ということで、千葉県北西部を震源とする地震で、首都圏では、大変混乱が招いているということで、都市のインフラが、結構ね、脆いというところがこう露呈してしまったということで、10年前のですね、同じく震度5強を観測した東東北地方太平洋地震の際にも、大変混乱を招きまして、それの、教訓をね、生かして、この地震に対して、どこがね、変わっていったのかというところをこう見ていきたいなと思います。当時は、2011年なんですけども、電話設備とかっていうところで、ここがちょっと課題になってたっていうところもあります。でその2011年の地震を境に LINE ですとか Twitter ですとかね、こういったのが普及してきまして、これで、電話がつながらないとかっていうことは、徐々に解消しつつはありました。でしかし、今回日暮里舎人ライナーですとかがね、脱線してしまった影響で、ほぼ、これおそらく1週間くらいは運休の見込みという感じになるのかなと思います。というところでね、この何でしょうかね、地震に強い町づくりをするという点では、少し、首都圏ではね、書いてしまっているというのがね、ありますね。10年ぶりの震度5強と言ってるくらいですから、やはり、首都圏なんかでは、地震に関するというところが、少し疎いのかもしれません。ただ、地震大国と言われている日本だからこそ、地震が起きないということは全くね、それはないと、断言できますので、今後ね、対策とか、準備とかっていうのは、当然必要になってくるかと思います。ということで今回は、千葉県北西部、ものの見事ねちょっと的中してしまったんですよね。このチャンネルでもそうですし、他の、YouTuber のコメント欄にも、現れて、千葉県の北西部がねちょっと危ないんだということを指摘してました。千葉県の花見川観測所の、隆起量というのが、とんでもないことになっておりまして、同じく千葉県は、富里市、離れて50キロあるかないかの、ところになるんですけども、ここは沈んでまして、その差が5センチ以上、危険な水位です。というところがありまして、今年一年中はね、警戒した方がいいんじゃないかということでね、私はちょっと、見てまして、まさに、その1年以内というか、半年足らずでこう起きてしまって、まさかね当たるとは思いませんでしたけども、地震が当たったからどうかということではないんですね。この千葉県北西部というのは周期的に起きているということが、はっきり分かってまして、前回が2005年なんですね。規模とか深さ的にもほぼ類似してますので、これと同じ形かと思います。というところでね、次のこう、地震予測ということではないんですけども、参考にさせていただければなと思うんですけども、同じく隆起量で、ちょっと見ていくと、北信越地方、北陸地方ですね、こういったところでもですね、地殻変動ですとか、隆起量というのが、他地域と比べて非常に高くなっているところが、多くあります。例えば、妙高地域、新潟県の妙高ですね。妙高高原なんかでも、隆起量が見られておりまして、また石川県ですね、石川県の能登地方なんかでは、たびたびマグニチュード5前後、6前後の、地域部地震がこう相次いでいまして、今後ね、この能登半島につきましても、今後見ていく必要があると思います。ただ、能登半島はね、縦断するように、多数のこう断層帯や構造線がね、横たわっているというところで、その活断層が変わる変わる、ね、引き起こされている地震の影響で能登半島は常に揺らされているというような状況です。
全国的に見てもこの石川県という地域では、個人的にイメージとしては2番目に地震が多い都道府県だと思っております。一番多いのは宮城県ですね。宮城県では、定期的にマグニチュード7クラスの地震が、約20年から30年の間に、引き起こされてきているということが、今現状分かってきております。でその周期がね、宮城県ではね、少し早まっているような感覚でございまして、数年後、数十年後には、20年から30年だったのが10年おきとかに、縮まっている可能性は、あると思います。で、石川県の土地上では、活断層が、多数巡っているということもありまして、これらの活動が終えるのに、まあ、さらに1000年、2000年単位になるのかなと思います。内陸地殻地震ということもありまして、通常海溝型地震と比べると地震の発生周期というのはね、非常に長くて、短くて1000年、長すぎると1万年や2万年超えるものもあります。ただ、能登半島では、能登半島沖地震や能登半島地震というのがかつてこうあったりと、歴史的に見ても被害地震というのはかなり多く点在しているんですね。で、一応私が見ている中ではマグニチュード6クラス、6程度になりますと被害地震と実は呼んでまして、一応マグニチュード6以上で、6以上で一応大規模地震というふうにこうちょっと呼ばさせていただいておりますね。なぜこうなるのかということなんですけども、これは被害地震ということで、まあ例えば人ですとかね、その他動物ですとか、まあ、こういったところに、まあ、怪我人が出始めるっていうところだったり、また震源が海底だったりしまして、また浅いところで起きたりしますと、津波の発生の確率が極端に高まるのがマグニチュード6前後なんですね。今回、千葉県北西沖の地震では深さが75キロと深かったことで、かつマグニチュードが 5.9 ということで、津波の発生はありませんでしたけども、ただもしこれが仮に浅いところで起きていたとするのであれば、多少なりとも、東京湾周辺に、影響はあったんじゃないかなと思われます。ただその分、広い範囲で揺れを観測するということは、なく、その一部分、今回千葉県北西部ということでございましたので、千葉市なんかでは、震度7に迫るような非常に激しい揺れに襲われていた可能性はめでたかいと思います。ただ千葉県北西部での地震なんですけども、深さが30キロ20キロといった、ごく浅い地震というのは、これまで、ほとんど観測されたことがありません。まあ、全く起きないという可能性はね、それは否定できないんですけども、ただこの辺周辺では深さが70キロ以下で起きる地震というのが、一番多いですね。これは関東、セグメントというですね、層がありまして、それと太平洋プレート、沈み込んだ太平洋プレートの境界線でこう来ている、ということもありまして、まあ関東地方はね、掘ってみると非常に複雑な構造、3つのプレート、さらに関東フラグメントというですね、古代の、断層、のプレートがこうあったりとして、これらがかつてのこう首都直下地震ですね、南関東地震というものをこう引き起こしてきたということで、大正関東地震やね、元禄関東地震もこれに当てはまりますね。で、まあ、ちょっと関東地方に戻ってしまったので、また北信越地方に戻っていくわけなんですけども、新潟県ですけども、新潟県で、まあ、危険な断層帯、北部ですとか、まあ、東部といいますでしょうか、まあ、この辺りと言いますと、まあそこまで、危険なところはないんですけども、ただ静岡糸魚川構造線といってですね、この、周辺は、非常に、危険なゾーンと言えるかと思います。また富山県ですね、富山県の東部に関しても さほど、地震に関する、まあ、情報というのも少ないんですけども、東部に関してはそこまで心配する必要はないかと思います。ただ心配すべきなのは富山市ですとか高岡市ですとか小矢部市ですとか西部や中につきましては、活断層が地下に巡っていることもありまして、今後100年以内なので、我々がね、生きている間に、大地震を引き起こす、
可能性は、あると思います。また石川県はね、能登半島だけ取り上げられてますけども、石川、金沢市ですね、金沢市の直下地震ですとかね、まあ、かつてありましたね、福井地震、あ、これ福井地震っていうのはね、福井県のあれなんですけども、金沢市の下にもね、活断層が巡っているということですので、この周辺についても注意、また福井県ね、先ほど言った福井地震のね、災害ですね。鯖江断層ですとか、福井、平野、西縁断層、東縁断層、ここについても、まあ、今後ね、注視していく必要はあるかと思います。また北信越、地方では静岡糸魚川構造線のほかに、中央構造線での起こされる地震ですとか、まあ、南海トラフでも、多少なりとも影響はね、出るものと見られておりますので、ぜひ今後ね、こちらを注意深く見ていただければなと思います。ということで、本日は最後まで皆様ご視聴していただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いできればと思います。最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたね、お会いできればなと思うんですけども、次回の動画では、この地震に関するね、情報をまたこう発信していくというふうなね、形にこうなるかと思いますけどね。ということで、ちょっと長々と話してきましたけども、最後まで皆様ご視聴していただきありがとうございました。次回の動画でね、またお会いできればと思いますので、ぜひぜひまた見ていただければなと思います。最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。次回の動画でね、同じこと言ってますね。ということで、動画終わります。もしこのチャンネルがいいなと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録や高評価のボタンをよろしくお願いいたします。常にこう自然災害に、備える、設備っていうと言いますでしょうかね。そういった備蓄ですとか、そういったものをね、常にしておくべきかとは思います。地震はね、いつ起きるか分かりません。今日明日起きるかもしれませんね。